ドンカラス、何それ？ドンタコスみたいな。ん？あの先に。あの、私、頑張って橋を渡れるようになりました。あ、そっか、星雲ちゃん、助けるときにね、行けんかったんか。高いところも平気です。今度はマホロサンドの釣り橋も渡れるはずです。見ていてください、私の試練。お、行くか？頑張れ、リリエ。でも、この高さでこんな橋無理なんやけど。いや、左右なんもないやん。お、闇カラスたちが見守ってくれている。見守ってくれてるのか？襲いに来るんじゃね？頑張れよ、リリエ。私でもきっとそんなところは無理だ。なに？うわ、襲いかかっ。お？怖い。もうそいつら捕まえてリリエのポケモンにしちゃえよ。あ、避けてった。あって。闇カラス、君ら邪魔だよ。アイロさん、渡りました。試練達成でーす。何、闇カラスと話してんの？君たちこんなところにいちゃダメだよって。私なりの試練達成です。アイロさん、すごいですか？うん。かわいいな、リリエは。アマージュさんも一緒休みしましょうね。ありがとう。大丈夫ですよ。すごい傷薬も元気のかけらも PPA でもたくさんあります。ゴールドスプレーの数は心もとないですけれど。マジで？あ、そっか、リーレーよくここまで来れるなって思ったけど、ゴールドスプレー使いよんか。リーレー頑張ってるのとね、すごくかっこいいのと。また洞窟の中だよ。しかも入り組んでるな。なんかいっぱいいろいろおるし。不思議な生き物がジガルデキューブに吸い込まれた。ち、厄介だからと思って逃げたら、逃げた先に野生のポケモンかよ。お？野生のガントル。これは捕まえてないんじゃない？よね。よし、ここはカビゴンで行くよ。さあ、交代。行け、カビゴン。来いよ。あ、もう守りを固めないで。多分大丈夫だとは思うけれど。さあ、行くよ。手加減。バシ。強っ。強っ。ちょっとびっくりしたんやけど、今。でも、これはちょっと手加減を何回か続けてやって、捕まえた方がいいよね。よし、手加減。その下の10万馬力が結構効くみたいではあったけど。何？砕ける鎧って。あ、特防が下がる代わりに素早さを上げる。へえ、捨て身やな。さあ、今度こそ。あ、そっか、鉄壁使ったけん余計ってことか。さあ、来い。手加減。よし、オッケー。これで、とりあえずはハイパーボールの方使っていこうか。ダークボールはね、多分店では売ってなかったやろ。やけん、ハイパーボールで。こっちなら買い足せるけど、ダークボール買い足せんもんね。ハイパーボールでダメやった場合に、うわぁ、ダメやったわ。ダメやった場合にダークボールを使っていこう。打ち落とすってどこから落とされてんだよ、カビゴン。地面に立ってるだろ。さあ、行くよ。ダークボール。こういう変わったモンスターボールもいろいろさ、扱ってる店があったらいいのにね。来い。おっしゃー。やったー、ガントルを捕まえたぞ。イエーイ。着々と新しいポケモンが増えていくよ。お、バンバドルがレベル48に上がった。ガントルのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。あ、ダンゴロがおったけん、ガントル。
2段階目や登録完了。3段階あるんやね。捕まえたのはどんなポケモンか調べろと。ガントル、鉱石ポケモン。洞窟で地下水を探す。水自体は得意ではないので、ちびりちびりとゆっくり舐める。ニックネームはいりません。そしてボックスへ。お、ガントルが変わらずの石を持っていますが、どうしますか？じゃあ、バッグに取っておくよ。そんなん持っとるやつとかおるんや。進化専用にさせられとるやん。進化してくれないと困りますよ。さあ、次は？またガントルかーい。ここはもうノッキリアでいけるやろ。さあ、行くよ。これは、多分こっち側から押したら大丈夫やろ。怪力、怪力。怪力プッシュ。ティア。よし、いけた、いけた。んで？え、これはどっちから？あ、間違えたな、これ。え、間違えたんかな？ちょ、待って、もう一回。あ、でも、あっち側、これを押したらいける？もしや。そこに押して、はめて、あ、道具が。ちょっと、ポケモン。誰？メレシー。で、ちょっと、怪力だと遅いんだよね。あ、でもそっか、まだ、もう一個あれも動かす必要あるんかな。あ、ここ動かさんといかんね。さあ、行くよ。おいしょ、OK。なんで？あとは、お。ちょい。もうさっきから何かをしようとすれば、ポケモン、あ、ダークボールやったね。補充。ほんで、こっち側には何か。お、これは？お、不思議な生き物が地枯れで急ぶりに吸い込まれた。オッケー、オッケー。ここはもうこんだけか。じゃあまたここを押して、怪力プッシュ。プッシュしよる間、ポケモン出てこんやろ？お、これは、なんかはしごみたいなのかかっとるよ。一瞬なんもないんかと思った。ね。さあ、ここは出口は一体どこなんだろうな。とりあえず、登ります。なんかすごい向こうの方にもトレーナーがおるんやけど。来いよ。研究のためならどこにでも、憧れの小田牧博士のように。小田牧博士とか懐かしすぎん？ねえ、超懐かしくない？研究員のひろゆきが勝負を仕掛けてきた。お、2匹だな。ベトベトーン。そうよ、ここのベトベトーンは気持ち悪かったんだよな。そしてアローランだからタイプが違うんかな。とりあえずちょっとそのまま Z パワーでいくわ。よし、行くよ、ノッキリア。力を合わせて。さあ、Z パワーを体にまとった。そして、全力の Z 技、ブルームシャインエクストラ。いけー。おー、超華やか。超いい感じ。やっつけられない。マジで。Z 技でもそんなもんなの？くそ。リーフストーム。なんかむしろ普通の技の方が効きよるような気がするわ。気のせいかな。やめてよ、頭をはたかないで。ノッキリア、踏みつけ。ビシ。さあ、あと一匹は？磁場コイル。磁場コイル。入れ替えます。ルガルガン。いや、違う。バンバドロで。磁場コイル。磁場コイル、何回も言うけど、
え、なにそれ3段階目？うわ、あ、おったね。なんやったあれよあれ。なんやったっけポケモン不思議のダンジョン。不思議のダンジョンで自爆オイルって出てきた。そっか、3段階目があるんか、コイルにも。レアコイルで終わりじゃないよね。欲しい、自爆コイル。耐えたね。君、耐えたね。おし、メガトンキック。何、ラスターかの。なんかちょっといい感じの名前やん。バンバドロの防御が上がった。よし、メガトンキック。いいね、いいね。ちょっと磁場コイル破壊されるよ。頑丈か何か知らないけれど。はい、研究員のひろゆきとの勝負に勝った。あちこち調べるにはポケモンの腕前も必要なのです。まあ、じゃないと進めんもんね。そっか、大変やな、研究員って。ポケモンを知れば戦わずにあちこち行けるのかもしれません。マジで戦わずに野生のポケモンと戦わんでいいってこと？それめっちゃ楽じゃない？もうびっくりした、スカルダンじゃないよね。気合い入れていくんでよろしく。よろしく。バッドガールですか。バッドガールのアンナが勝負を仕掛けてきた。絶対昔スカルダンやってましたみたいな感じやもんね。いけ。あのペルシアンは何タイプ？悪かな。ちょっと待ってな、ポケモン。よし、交代交代。いけ、アシレーヌ。そしてフェアリーで、多分今効果抜群って見えとったと思うけん。何を思いつきやがった。よし、行くよ。ほら、アシレーヌムーフォース。惜しいぞ。効果は抜群だ。ペルシアンは一体どんな進化をしたらそんな感じになったんだよ。ドンカラス、何それ。ドンタコスみたいな。おう、ドンだわ。ドンだわ、それは。行けよ、アシレーヌ。ハイドロポンプ。レベルでのご利用し。おし。かっこいいね、ドンカラス。闇カラスの進化系とかそういう感じ？もしかして。闇カラス今まで進化せんかったよね。気合い入れて負けたんでよろしく。気合い入れて負けるなよ。気合よ気合。Z パワーも気合なんだろ。気合、まあ、気合だけでもないと思うけど。お、誰ですか。誰だよ。なになになに。ポケファインダーじゃないよ、それ。おお、ナイスモチーフ。絵に描くとしたらポリの旅人ですね。ああ、私、祭りか。キャプテンやってます。キャプテン？と言っても、絵を描くためフラフラしてて、私の試練はないんだけど。あ、この子。あれ？ハプーの家におった子？ハプーの家におった子じゃないわ。なんか、違う、あれや。なんかあの村に、あったよね。どっかその辺で、フラフラ絵でも描いてるんでしょうみたいなおにぎり食べながら。ポリの大峡谷ってとってもワンダーですよね。ほう、ちゃんとおるんやね。しかもキャプテン。そんなこと全然言ってなかったじゃないか、あの夫婦。大峡谷を通り抜けると、イリマくんの試練が。ああいうスタイルだった理由がよーくわかると思うんですよね。そうでした、そうでした。お近づきの印に。何？アイナはフェアリーZを手に入れた。ありがとう、何もせずにもらったけど。フェアリーZ。おー、全力全力。外人さんですか？私もキャプテンだし、試練考えないとね。絵を描くとか花を集める。そんな試練がいいかな。かわいいな。じゃあねー。アローラ、アローラ。ねえ、その適当な感じ。リーレイに負けていられないのと、僕たちも行こうろと。あの夫婦のところにいましたよって言いに行ってあげたいよね。パーティーしようぜ。殴り合いのポケモンパーティー。何それ、そんなのパーティーじゃねえわ。コロシアムと言うんだ。バッドガイのアキオが勝負を仕掛けてきた。バッドガイ、あれバッドボーイじゃなかったっけ。それはブランドか。あ、これはヤンチャムの進化系だな。
いやーいかついよ。ゴロンダいかついよ。私もさ、ヤンジャム持っとるけどさ、進化させようと思っとんやけど、いかついな。でも図鑑を埋めるために進化はさせたいんで、やっぱり。さあ、いくよ。ジェットパワーを体にまとった。そして全力のジェット技。ブルームシャインエクストラ。弱い方を使ってしまったのは下にすればよかった。なんか天に召されて生きよるみたい。イエーイ。相手のゴロンダー倒れた。さあ来いよ。お、ルカルガンはレベル88に上がった。そしてバンバドロがレベル49に上がった。聞いたぜ、あんたらのファアタック。歯当たりまで響いたら。パーティーはお開きだ。それを祝ってパーティーしようぜ。要はパーティーが好きなのね。パリピだパリピだ。この辺は野生のポケモンが出てこんのか。なんかこっちとか渡っていけそうじゃない？ほらやっぱり。こっちに何かが。なんか下に降りてきたんだけどさ、向こう側は？向こう側には何もないの？何もねえじゃねえか。ってことは結局こっちに行くしかないんだ。なんかこっちからも降りてこれるんかと思ったのに。これ塞がれてるだけじゃない？よくわからんけどさ。で、どこに向かうのこれ。こっち？なんかここ目的地じゃない？はい、洞窟抜けたよー。あ、なんか今、A ボタン押すとかあったよね。僕たちは最高を目指すからね。がむしゃらにやらせてもらうよ。がむしゃらはやめてください。計画的に。エリートトレーナーのヒロシが勝負を仕掛けてきた。ヒロシって顔じゃないやん。アブソル。かっこいいな、相変わらず。よし、ここは、アシレーヌで行くよ。プレッシャーとかやめてください。さあ、来い、アシレーヌ。フェアリー技でやっつけるよ。わっつけるって言った。アブソルのプレッシャーが。おーし、ムーンフォース。ちょ、こっちの技じゃないんかい。いくよ、ムーンフォース。効果抜群だ。さあ、2匹目は。さあさあ、来い来い。ラプラス。入れ替えます。ピカチュウで。よし、行け、ピカチュウ。お、来たよ来たよ。ラプラスかわいい。あ、いいね、ピカチュウにラプラスって超いい組み合わせやな。さあ行くよピカチュウ。10万ボルト。効果抜群だ。よし、一発一発やったね。君たち最高だね。ハートの強さ感じたよ。ありがとう。最高の絆やけんね。で、ちょっとこっち。あ、なんかくぐる場所があるん。え、なんか抜けてきたんだけど。どこだいこれは。よくわからんけど、とりあえず。お、なんか洞窟があるよ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。